こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。僕は今神田東松下町に来ています。実は最近こちらに新しくギャラリーがオープンしました。それがこちらのパーブル8710。一体どんなギャラリーなんでしょうか。早速行ってみたいと思います。タバサトゴー。それではファーブル8710の南口さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずこちらどういったギャラリーなんでしょうか。ファーブル8710はプライマリーのコマーシャルギャラリーといいまして、はい、今生きている作家が、まあ、作品を作って、はい、それをギャラリーが販売して、まあ、一緒に展覧会を作って、まあ、活動していくっていうようなギャラリーなんです。このファーブル8710という名前が、はい、ちょっと変わった名前だなと思ったんですけど、はい、ちょうど事務所を設立した時に道でクワガタムシが歩いているのをこう、まあ、拾ったんですね、たまたま。で、まあ、ちょうどそれにちなんで、なんかいい名前ないかなと思ってて、まあ、ちょっと安易なんですけど、まあ、虫なんでファーブルと。あの昆虫機とかの。はい。で、8710は、まあ、正式には8710って言うんですけど、はい、大阪の花店という場所で、はい、まあ、ギャラリーをオープンしましたんで、まあ、8710で花店っていうところ、まあ、そういったちょっと語呂合わせ的なところで、はい、つけました。その最近こちらにオープンしたということなんですが、はい、来るきっかけみたいなものはあったんでしょうか。ギャラリーの方が、まあ、大体7年間大阪の鶴見区の花店という場所で運営しておりまして、もともとデザインとか、はい、そういった仕事をしておりますので、まあ、去年の4月に東京の方に出てきまして、はい、それだったら、まあ、東京でギャラリーを移転して運営した方が、まあ、スムーズでいいかなと。こちらただいまはオープニング展が開催されているんですよね。はい、今日ちょっと一緒に見て回って案内していただいてよろしいですかね。ぜひお願いします。よろしくお願いします。移転後初めてとなる今回の展示は、大阪のギャラリーで展示経験のある5組の作家を中心としたグループ展になっています。さて、いよいよ展示を見て回りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず入ってきてこちらドーンとちょっと壮大な作品があるのですが、これは油絵でしょうか。そうですね、これはキャンバスに油絵って形で、上に見えるのが、まあ、月ですよね、はい、下が、まあ、木の芽がこう伸びていくような様なんですけれども、はい、こちら作家さんはどういった方なんでしょうか。はい、末睦美と言いまして、もともとはなんかトレーシングペーパーとか、はい、油紙とかそんな特殊な紙にボールペンでこう、はい、くる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 ってループのような模様を描いて、はい、まあ、それで、まあ、心象風景であるとか、はい、まあ、そういったイメージをこう抽象的に描いている作品だったんですけれども、はい、近年はこういったキャンバスに油絵の具を使って描く作品も増えてきています。はいはい、やっぱりそのアーティストの方って時期によったりしてどんどん印象変わっていきますかね。そうですね、ただ進歩していくんですけど、はい、それが割とこう進歩しながらまたちょっと昔の作風に戻ったり、なんかこうちょうどこうループしながら進んでいくみたいな、急になんか2年前ぐらいのものがポンと出てきて入ってたりとか、うん、なんかしてちょっとまあ逆に新鮮だったりとかします。一人のアーティストを追いかけていくのも面白いんですね。あ、そうですよね。結構そうですね、一人のアーティストをどんどん深く入っていっても結構いろんな複雑なところがありますので、はい、面白いです。こちら、はい、ヨーロッパ風なポップな印象のある作品なんですが、こちらは、はい、野田佳子っていう作家です。はい、こちらはずっとイタリアのボローニャにずっと滞在して制作してまして、ボローニャ国際絵本原画展ってあるんですけれども、はい、こちらで2度入選するなどして、ちょっとまあそういった実力のある作家なんですね。でこれも布にこうペンで描いて、なんかまあこの人も自分の日常的なものとちょっとファンタジー的なところと混ざったような作品が多いですね。作家自身が本当もうこの絵のような感じの人でして、なんかふわふわって感じで、なんか本当こうなんか賑やかですね。さて、地下2階の方に降りてまいりました。照明とかの芸術的な空気が
強いような気がするんですけど。あ、そうですね、はい、地下2階はちょうど、まあ、上天井、まあ、ちょっとまあ天井手が届くぐらいのあれなんですけど、はい、こういったまあレールを引いて、まあ、照明器具をつけまして、はい、で上はまああの多分ゆくゆくは下がメインのギャラリーになるかと思ってまして、はい、で上はまああのまあ、ビューイングスペースといいますか、はい、作品を見ていただいたり、まあ、オフィスであったり、で作品を、まあ、置く場所であったり、なんかそういったものに変わっていくかなと思って、はい、照明の方も、まあ、蛍光灯のままでいっております。まだ始まって間もないのでね、はい、これからどんどん洗練されて、そうですね降りてくるときにかっこよくておしゃれな作品が目に入ったのですが、こちらの作品は、こちらはあのストマックエイクっていうお姉さんと妹さん、まあ姉妹のやってるユニットなんですけど、すごいいい感じにかっこいいですよね。僕自身も結構もう欲しいなって思う作品が多いんですけど、あのまあこういった紙にペンでこう書いている作品が多いんです。こんなかっこよくて、ミュージシャンのその CD ジャケットとかにもおしゃれで似合いますよね。なんかね、実際作ってるんですよ。はい、ミュージシャンの PV 作ったりとか、はい、なんかそういったすごいこう音楽と結構密接につながる作品が多いです、はい、あ、ちょっとこちら、はい、可愛らしい写真があるのですが、そうですね、こちらはどういったアーティストの方の作品なんでしょうか。セサミスペースっていう作家でして、はいはい、ちょうどこの写真が作家の自分の子供の頃の写真なんですね、はい、でおそらくまあ家族の方が撮られたもんだと思うんですけど、はい、それをまあ今の自分が、はい、あのなんていうんでしょう、コンピューターで合成したりとか、はい、そういったことをして、まあ、作品化したというやつなんですね。まあ、これもタバコのお菓子ですよね、はい、そのパッケージを使って、まあ、自分が描いた絵をコラージュしていったり、はい、あとまあ向こうのやつですと自分で撮った写真とか、はい、あといろんな素材を集めてきて、はい、それをまあコンピューター上でコラージュしていく、なんかそういった形で、はい、その中でまあすごくコンセプトだけじゃなく、はい、見た目の突き抜けた面白さとか、はい、そっち方面のなんかベクトルのある作家でして、なんか突如なんかユーモアのある、はい、作品ができてきたりとか、はい、そういったことは結構あります。7月2日の土曜日から、はい、今度セサミスペースの個展が始まるんです。初日の夕方、まあ、オープニングのレセプションがありますので、はい、まあ、そういったもしよろしければあの皆さん来ていただければと思っております、はい、こちらは立体的な作品ですね。はい、杉浦愛っていう作家です、はい、誰もが知ってるような、はい、あの例えばキャラクターとか人物とか、はい、そういったもののシルエットだけをまあ引用して、はい、でそれをもとにまた自分の気持ちのいい形をこう作っていってる。ですんで、まあ、見ていただくと、はい、これなんて正面から見るとなんかよくあの音楽室とかにかかってるあの有名な音楽家の形なんです。ああ、本当だすごい、気づかなかったです。実はこれもあのよくあの街の噴水とかにこうあるようなやつですね。すごいですね。いきなり来ただけじゃちょっとわからない人も多いですよね。そうですよね、はい、でたまに気づく方がいらっしゃって、はい、おっとか言って、いや気づいたらもう楽しいですね。そうそうこの南口さんなりのこのギャラリーのコンセプトというのはあるんですか。ああ、そうですね、アートってまあ残るものですし、はい、逆にそういう歴史に残す作品と、あと歴史に例えばまあ残らなくたとしても人の一人の人の人生にまあ残すような喜びの作品と両方あればいいかなとか思って考えてます。本当にたくさん芸術を感じることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のサバサト号は神田東松下町にオープンしたファーブル871Oをご紹介してきました。こちらのグループ展6月25日まで開催されています。入場無料なのでお気軽にいらっしゃってください。それではご一緒に、それでは今日はこの辺でさようなら。さようなら。